次が最後の曲です。2006年に我々グッドザリラ結成して15周年となったわけです。5年前の10月に、夜音で日比谷野外音楽堂で大音楽堂でやって早5年15周年です。で、少しでも楽しんでもらおうと、思いまして、この後9時から、15周年の特設サイトをオープンいたします。15周年、15th anniversary、yeah. Yes, OK、手だけじゃちょっと味気ないので、タイトルをつけました。十五夜のうさぎ何見て跳ねるっていう、タイトルにしたんですけど、まあ、それは、僕らはここにいる一人一人を見て、そしてこうここにいる一人一人は僕らを見て、跳ねるというね、このライブハウスの中をイメージして、考えた言葉です。うさぎって寂しいと死んじゃうじゃん。だからこうしてライブやってても気づかないうちに、支え合ってんだなっていう、まあ恥ずかしいからそんなところですということでね、今日から、来年の10月にかけて、どんどん15周年、いろんな企画やって盛り上げていこうと思うので、ぜひとも楽しみにしていてください。まず今日という日が、ここにいる一人一人のこれからを照らす、ちっちゃい光になれるように願いを込めて最後の曲歌います。ありがとうございました。グッドンザリでした。